週間のお天気をお伝えします。現在降っております大雨、近畿そして中部エリアは今夜遅くまでがピークということになりそうですけれども、関東地方は明日の午前中まで残るところがありそうです。引き続き土砂災害ですとか河川の増水、場合によっては河川が氾濫する恐れもありますので注意をしてください。そしてこの週末ですね、天気回復しまして日差しの届くところ多くなりそうです。月曜日にかけて日差しこのように届きますが、6日以降は西から前線が近づいてくる影響で曇りや雨のすっきりしない天気となっていきそうです。気温について見ていきますと、この日差しの出るタイミングでは気温上がってきそうですね。比較的カラッとした空気に覆われますけれども、熱中症を気をつけてください。その後も気温の上がるタイミングではムシムシとしそうですので、熱中症に注意が必要です。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。